それでは晩ご飯です。鶏のもも肉の、塩焼き、しめじ、サラダ、味噌汁ご飯ですね。それではいただきます。まずは鶏のもも焼きから。今日はですね、ちょっと約1時間ほどウォーキングをしてまして、久しぶりなんで入れたんですけど、気持ちよかったですね。やっぱり体が動かすのがいいことですよ。これからは一回出演したいと思いますね。何なくパソコン見せたら、この飯動画が外国でも見せる人が案外いてびっくりしまして、まあ他で言いましたように南アフリカとか、今回はレバノンがありましたね。レバノンって今シリアでIS と
繋がってんじゃないですか。どうですかね。びっくりしましたよ。まあ、こんな、なんじゃくせか、わかんないような動画見て、楽しいのかなとか、考えるんですよ。面白いんですかね。この鳥のものは、まあそんな塩コショウだけですけど、うまいですね。最近野菜が美味しくてね、安くなってきたし、大根なんてめっちゃでかいんだよ。大根が何も150円ぐらいに売ってましたからね。安いですね。毎週なんて10円で売ってますからね。え、すごいでしょ。
塩コショウが効いてます。うまいです。あ、肉も自分としてる方がいいですね。
このレタスが大好きなんですよね、まさに。掃除も早く始まりです。味噌って誰が考えついたんでしょうね。こんなうまいものどこで作ったの。今日も満足でしたね。よかった。まあ、今日も、まあ、実践に来て、ね、3分も経たし、よかったかな。さあ、すぐ美味しいもの食べちゃいますように。ごちそうさまでした。